おい、マジで、なんやねん今日の試合。ほんまに1位にいるチームの試合か？ほんまに俺今回、今年一番ぐらい腹立ったぞ。ほんまに。昨日あんだけいい勝ち方してて、今日なんやねんこの試合。舐めてんの？ほんまに。言いたいこといっぱいあるけど、マジでメンデス。あれ何？まあ、期待してなかったって言ったらしてなかったけども、もう何やねんもう。しらけるぞ、あれ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、冒頭すみません。いきなりブチ切れちゃいました。はい、本当に。皆さんの気持ちをね、ちょっと代弁した、ところではあるんですが、ちょっとね、今日の試合ひどすぎないですか？皆さん、どうすか？どうすか皆さん。いや、僕ね。まあ、ちょっと時差があってね。いや、まあ、先ほど試合を見たんです。うん。まあ、日本時間で言ったら、まあ、夜の、まあ、9時とか、10時とかぐらいに見たんですけど、耐えられないね。ほんと、びっくりしたね。朝起きて、速報見たときに、8-0？ お前、嘘やろって、ほんまに、ぶち切れそうになりました。で、初回に4点と思って、で試合見てみたらこのざま、もう地獄かと。お前なんかいろいろコメント見たけども、あの記事とかも見たけども、まあメンデスはなんかそのキャッチボールから良くてブルペンでも良くてなんか空回りしてたみたいなことをなんか杉内コーチが言ってたけども、もう空回りとかええねん、ほんまに空回りとかええねん。もうキャッチボールから良くてブルペンで良くて、もう試合あれやったらもう意味ないねん。もう逆でええねん、そんなんやったら。もうキャッチボール悪くてブルペン悪いけど試合でやってくれたみたいな、そっちの方がええから。まあね、やりたくてそういう結果を出したくて出したわけじゃないんだけど、でもあまりにもやっぱりもうフォアボールってとこだよね。ああ、もう明らかに、うん。まあ、打たれんのはね、まあ、相手もまあ、プロやしね、まあ、いい打線ではあるので、まあ、それは仕方がないのかなっていうふうなところはね、まあ、割り切ったりはできるところはあるんだけど、でもやっぱ、ファーボールね、あと、本当に、一発目のカズマのエラーもそうやし、あの、牽制の暴投とかね、まあ、後で詳しく見ていくんだけど、まあ、そこがね、もう本当にもう、それに尽きるんちゃうかなと思うし、まあ、今日、配球チャートとかもやりたかったんですけど、もう配球チャートのレベルじゃないなっていう、もうそもそもがもうこの失点の仕方してたら、もう配球チャートのクソもないぞというふうなところあるんで、配球のクソもないと、もうキャッチャーどうにもできひんっていうところあるんで、ちょっと本当にメンデスには厳しいこと言うけど、まあ1年目去年ね、あのまあそこそこやってくれて、まあ2年目ね、今年ね、この感じだともう今年で終わるぞ、ほんまにマジで。ほんまに。なんか、まあ、杉内さんはなんか優しい感じでね、まあ、もう一回、あの、残り試合、まあ、2軍の方で調整してみたいなこと言ってたけど、もう泣いて、チャンスあるわけないやろ、お前、そんなんで。っていうふうに僕はね、あの、皆さんの声を代弁させていただきました。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ、ジャイアンツ対ベイスターズの試合解説の方をやっていきたいと思ってます。はい、まあね、クソみたいな試合でしたけども、あの、本当に、もう、やらんとこかなとか、もうちょっと思いましたけども、まあ、やりますというところです。はい、今日の動画の流れとしてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、振り返りたくないんですけども、得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で、最後ね、僕が気になったところを、わかりやすくね、お伝えしていければなというふうに思っております。はい、じゃあですね、まず最初に得点シーン振り返っていきます。はい、僕の胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。今日はね、8-0 というところです。はい、まあ、8-0 というところでね、まあ、ジャイアンツが0なんでね、まあ、相手の DNA が得点したところをね、言っていきます。はい、まず1回表ですね、ワンアウト1、2塁から、オースティン選手の、レフトへのツーベース。で、1点入りますと。で、続く、ワンアウト2、3塁で、牧選手の、レフトへの2塁打で2点追加。で、ワンアウト満塁から、この時はですね、まあ赤星投手に変わってて、ワンアウト満塁から、京田選手のセンターへの犠牲フライっていうところで、まあ初回いきなり4点取られるんですね。きついですね。まず4点ね。はい。しらけますね。はい。はい。で、2回表。で、2アウト1塁から、まあ牧選手のフェンス直撃のタイムリーツーベースで1点追加。
で、もうここの時点で5対0になってますよね。で、そこから、まあ、ずっと0続いていきまして、で、9回表ですね、ワンアウト1、3塁からオースティンの、まあ、レフト前ヒット。で、ワンアウト1、2塁から牧選手の、ファーストゴロをね、ちょっとね、まあ、秋広選手が2塁に暴投してしまって、まあ、1点。で、2アウト1、2塁から、まあ、山本選手の、まあ、センター前で、まあ、今回3点取られて、まあ、結局、最後も0というところで、8-0 で、負けちゃいました。はい、地獄です。まあ、つきますね。初回の失点につきます。はい。じゃあですね、次、スタメンの変更点見ていきたいと思います。じゃあね、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいと思います。今日は結構変更点あったんでね、しっかり見ていきたいと思います。はい、まず、ホーム側からのジャイアンツから見ていきたいんですけども、昨日から変わった点はですね、今日はサードに岡本選手入っておりまして、昨日、浅野選手がね、7番、ライトだったんですけども、今日は、8番になってます。で、昨日、門脇選手が出てたんですけども、今日は7番に、中山選手、まあ、昨日いい活躍してたんでね、まあ、抜擢というところですね。はい、ですね、で、井上投手だったんですけども、今日はメンデス投手というふうになっております。はい、まあ、今日は秋広選手もね、出てるというところですね。はい、ですね、まあ、メンデス、まあ、2軍でもあまり、正直良くなくて、うん、まあ、1軍で、まあ、なんかこう、こっちの意見としてはね、僕の意見としては、まあ、アドレナリンじゃないけども、なんかちょっとこう、2軍であかんかったけど、1軍でこう、もうなんか爆発してくれる、いいように爆発してくれるっていう風なね、ところを期待してました。正直ね、試合前までは。はい。はい。で、ベイスターズ見ていくと、まあ、ベイスターズはあまり変更点なくて、昨日桑原選手が出てたんですけども、今日は海老名選手が、まあ、センターね、入ってますと。で、昨日石田投手だったんですけども、今日は吉野投手というところで、まあね、まあ、メンデスが結構、まあ、点を取られる可能性があるから、まあ、この、吉野投手を、まあ、ある程度ね、やっぱ打っていかないと、打てないと、やっぱ勝てないなっていうところはあったんで、まあ、そこをどういう風にジャイアンツ打線は、やっていくのかというところを注目、始めしておりました。はい、てな感じでですね、ここからですね、僕が気になったところであったり、ここポイントだったよ、みたいな。ここ、ほんま今日の試合、まあ初回なんですけど、ここポイントだったよっていうところを、できるだけ分かりやすくね、野球が分からない方にも、分かりやすくね、ちょっと毒舌で、今日はちょっと多分毒舌になると思うんですけど、そんな感じでね、ちょっとね、お話していきたいの、お話できたらなと思ってます。はい、じゃあちょっとやっていきたいと思います。まず1回裏なんですけど、まあ正直これに尽きるんですね。はい、もうこの回に尽きるんですけど、まず先頭の梶原選手ね、まあカズマのね、まあエラーというかね、まあちょっと送球が高めに浮いて、まあ足が速いというのもあるんだけど、まあまあ内野安打じゃなくて、まあエラーになっちゃうんですね。まあこれでちょっと、まあ、大丈夫かなっていう感じはしたんですよ。まあ、ピッチャーメンデスだし、まあ、久しぶりだしっていうところあって、まあ、バックでちょっとエラーしてしまったっていうのは結構きついなと思ってたんですよ。で、その後に、これですよね。ノーアウト1塁で、海老名選手の打席の時に、で、もうメンデスが牽制暴投を掘るんですね。はい。で、まあ、スローも見たんですけど、もうランナーと重なっちゃってるんですよ。まあ、そら、秋広のも取れへんやろっていうところで、で、ランナー2塁になるんですね。で、ノーアウト2塁になって、これ、海老名にもフォアボール出すんですよ。もう俺僕この時点で、あ、もう今日絶対やばいやと思ったんですよ。もうこの時点でね。はい。で、ノーアウト1、2塁で佐野選手を見逃し三振取れたんですよ。これは、うお、でかいと思ったんですね。あ、これ、ワンチャンこれゼロであるんじゃんって思ったんですけど、まあそんな野球は甘くないというところで。で、ワンアウト1、2塁でオースティン。まあレフトへのツーベース。まあこれも、まあ結局ストレートが制球全くできてなくて、まあスライダー勝負行って、でまあ勝ち込まれると。二塁を打たれると。で、この続くワンアウト二三塁で、これ牧選手にもね、まあレフトへのツーベース打たれるわけですけども、先ほど、まっすぐ、全然制球できてない。で、スライダーも、今オースティンに甘く入って打たれたっていうところで、もう選択肢がもうチェンジアップしかないんですよ。はっきり言って。で、チェンジアップ行ってボールだって、で、チェンジアップど真ん中のやつバッチン打たれて、まあもうここでもう僕もうやばいなと思いました。もう余裕で。で、もうここで最悪やったのが、で、ワンアウト二塁で宮崎選手にフォアボール。で、一二塁で山本選手にフォアボール。もうこんなんしてたらもうそう終わりやって。だって1イニングに3つ出してんねんから。だってエラーも絡んで、で、それで自分の暴投もあって、うん。でもそんな地獄やんか。で、まあ、途中で中継見てたら、なんかそのブルペンで赤星が準備しますみたいなこと言ってたんで、まあ、そもそも、まあ、2軍であまり調子も良くなかったし、まあ、あんまり信頼というか、まあまあ、
うまくハマってくれたらいいなぐらいで多分やってたと思うんで、だから初めからブルペンね、あ、用意させてくれ、さしとけってみたいなことを言ってたと思うんで、まあそれでね、まあ赤星投手がもうワンアウト満塁で、もうだから、0回3分の1か、あ、ワンアウトしか取れずに降板っていうところで、もうお前この優勝争いしてる時に、なんやねんこれみたいな。しらけてまうってみたいな感じでね。正直思いました。で、まあ犠牲ぐらい打たれちゃいましたけども、まあこの1点で抑えられたというのは良かったと思います。赤星投手もね、この回、はい、まあ自責はまあこれメンデスなんで、どう考えてもね、はい、でこれでちょっといただけなかったの、2アウト1・2塁で吉野投手にね、フォアボール出してしまったっていうのはちょっとね、まあ最後のボールも僕ストライクかなと思ったんですけど、まあそれもフォアボールで、うわちょっとやばいと、梶原選手でこれまた打たれたらやばいと思ったんですけど、ツーアウト満塁で梶原選手を空振り三振取れた。ここはまあほんまに耐えたなっていう感じはしました。うん。はい、もうピッチャーにフォアボールはもうマジでね、うん、まあピッチャーに打たれるのもあれだけども、フォアボールもね、きついなっていうところはあるんで、まあ梶原選手をね、ここをしっかり三振取れたっていうのは、まあ良かったんじゃないかな。まあギリ耐えたんじゃないかなって思います。はい。でですね、次じゃあ1回裏見ていきましょうか。まあ僕常々言ってると思うんですけど、まあその点取られた後に、点取られたのに、例えば大量得点取られましたみたいな。で、ゼロでいっちゃうと、やっぱもう、いかれるんですよ。そのままバーっていかれるんですけど、例えば今日みたいに4対0になったとしても、1回裏に例えば1点とか取ってたら、あ、これまだ全然あるぞみたいな雰囲気になっていくんですよ。だから、この大量得点取られた後とかって、めっちゃ大事な攻撃やったりするんですね。で、ここ、まあ、いきなりこう、ワンアウトからこれね、吉川選手センターワンヒット打ちますと。で、ワンアウト10でモンテスもフォアボール出ますと。ああ、でも相手のね、吉野投手も立ち上がりなわけですから、やっぱりね、不安定なわけですよ。で、ここで、ワンアウト1、2塁、我が4番、岡本選手ですけども、これ空振り三振。ここね、ちょっとね、本当大事な場面だと思います。はい、正直言うとね。まあ、配球なんかを見ても、まあ、カットボール、2球いかれて、見逃し見逃し。で、フォークボール、そうか、フォークボール連、2ついかれて空振り。ボール、ボール、空振りというところで、3つか。3球いかれて、ボール、ボール、空振りというところで、まあ、調子があまり上がってきてないというのはね、上がりきらないというところあるんだけども、ここはね、なんとか1本出してほしかった。うん、特に、カットボール2つの方が甘かったから、正直。うん。どっちか手出してほしかったなっていうのはありました。うん。で、2アウト1、2塁で大城さんもカバーしてほしいっていうふうに思ったんですけど、まあその岡本選手の時に投げたね、カットボールという球種がね、大城さんも空振り三振してしまって、ちょっと今日の吉野投手見てると、そのカットボールっていうのが結構厄介だったんちゃうかなというか、結構、ストライクゾーンの真ん中付近に来てるボールでもバッターが空振りしてたりしてたんで、この大城さんの三振も、これほぼ真ん中のカットボールなんですけど、ちょっとやっぱ特殊球というか、ちょっと打ちにくいボールやったんかなっていうふうに思いました。はい。でですね、次、2回表を見ていきましょうかね。2回表もそうですけども、まあ、2アウトからですよね、これオースティンにこれセンター前ヒット打たれて、で、2アウト1塁で、これ、牧選手ね、これもちょっとボール球っぽい感じやったんですけど、ね、もうボールかなぐらいのボールを、アウトコースのボールを、バーンってちょっとこう、パチンって打ったような形で、フェンチョク打ってたんで、マキエグいなと思って、マキエグいやんと思って、うん、状態昨日ね、昨日オースティン歩かせてマキ勝負でね、うまいことハマりましたけども、今日はオースティンにもマキにも行かれるということで、もう地獄やんけっていう感じでしたね。はい。で、4回裏見ていきましょうか。4回裏はね、ジャイアンツね、2アウトからいいチャンス作ったんですね。秋広、ショートへの内野安打、ツーアウト一塁で中山、めちゃくちゃいい打球のレフト前ヒット、めちゃくちゃいい打球でした。はい。で、ここでツーアウト一塁で、まあ、浅野選手というところ、まあ最近状態がちょっと落ちてきてるというところで、まあ結果これも空振り三振なんですけど、これはねすごくね、バッテリーの駆け引きっていうのがあったんじゃないかなというふうに思います。どういうことかっていうと、前の打席、浅野選手の前の打席は、レフトフライだったんですけど、ツーボール、ノーストライクツーボールからストレートが来たんですよね。ストレートを来て、まあ浅野選手もストレートを狙ってて、それを打ってフェンス手前まで飛ばしてギリギリアウトになったんですよね。レフトフライでアウトになったんですよ。で、浅野選手からしたら、自分は1打席目にまっすぐを、まあまっすぐ狙いに行ってまっすぐを打って、まあレフトのフェンス手前まで飛ばしてるっていうのがあるんで、相手バッテリーは多分変化球で勝負してくるやろ、
って、うん、自分がねいい感じでレフトフライで打ったんで次は変化球で来るやろうって多分思ってたと思うんです。でそこで、まあやっぱりこう山本捕手ねいいあの頭いいんですけど頭いいというかいい配球をするんですけどまずね、そう思ってるだろうというふうに思ってストレートから入るんですよ。あえてもう一回でそれで浅野選手は変化球来ると思ってるからストレートに手出ないですね初球で次もあもう変化球来るやろカットボールとか何か来るやろっていうふうに思ってるんですけどもう一球ストレートいったんですね。でその浅野選手が、まあ、打ち損じてファールになるんですよね。もうこれで勝負がついたというかね、その感じはあってでその後にフォークボールいったんですね。でフォークボールボールになりますとでもう一球まっすぐ来るんちゃうかと面白いで最後またフォークボールいくんですね。でそれで浅野選手空振り三振というところでやはりね、まあ、浅野選手もねやっぱり2軍でしっかりやってきて、まあ、配球を読むというところもしっかり勉強してきましたから逆に配球を読めるようになったことでなんていうんだろう逆にこう相手もそれを利用して、考えの裏を行こうとするんでまあすごくそのまあプロ野球らしい配球だなというかあまあ考えてやってるなまあ打てなかったんですけどまあそれもまあね、相手との駆け引きだなというふうに正直思いました。はい、じゃあ行きましょうか。5回裏も見ていきましょうか。これもチャンスだったんですね。先ほどね吉川選手モンテスでチャンス作って、岡本大城がダメだったっていうお話ありましたけどもこのイニング5回裏もですねこれね2アウトから吉川ライト前モンテスレフト前というところで2アウト1、2塁作ったんですね。ただここ岡本選手1球目のカットボールを打ってまあセカンドフライというところでちょっとねそのバッティングって、まあ、ちょっと技術的なところ言うと結構まあ不調になる時ってまあいろんな人がいるんですけどこの岡本選手見てると引っ掛けたような打球であったりとか逆にライトフライとかセカンドフライみたいなところを打ってる時ってめちゃくちゃ状態は悪いんですね岡本選手で言うと、うん、で特にこのポップフライ打ち上げるような時ってやはりもうそもそもがね、叩いてるボールを叩いてる場所も違うしもしかしたら、下半身のズレであったりとか構え方が変わってたりとかするかもしれないので、非常にね状態悪いんですねそれ、はい、なんかすいません人がいっぱい入っていたんであれなんですけどまあ端的にもう一回まとめると岡本選手のこの打撃内容を見てたらあと20試合ですけどほんまに上がってくるのかなっていう感じは正直してるんでちょっと心配ですねほんまにこれはね。で最後9回表も、まあ、あの3点取られたんですけど、まあ、結局まあもう試合決まっちゃってるんでね、まあ、それにエラーも絡んでるし、まあ、まあしんどいなっていう感じですわ。はい、はい、てな感じでもう今日は正直最悪な負けだったんであんま振り返りたくもなくない振り返りたくもないんですけどまあね、本当にね、来週かな、また7連戦がなんかあると思うんでまた狭間でね誰が投げるのかっていうところも本当にねどうすんのって、まあ、メンデスはもうなくなったやろうし、まあ、赤星なのか横川なのか、堀田なのかっていうところ、まあ、この3択ぐらいかなというのを僕は思うんで、まあ、高橋礼とかもいるんだけど結局コントロール悪いやつ使えねえから、うん、だから怖いから出すの、うん、だからやっぱりまあ、赤星、横川、まあ、堀田ぐらいかな、今、僕の中でその3人ぐらいなんで、またそこのね、ローテの花玉の7人目、っていうところもちょっとね、考察していきたいと思うんで、ぜひこれからもね、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。